ただいまより新日本イングリッシュチャンネル開催いたします。どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。今回もこの海外版のドラゴンクエスト 11S 英語版となっておりますけれども、これまで皆さんが習ってきた英文法を実践の中で考えていこうと思います。いくらテストの穴埋め選択肢で高得点を取ったとしても、実践で英文法を役に立てなければ何の意味もありません。今日も頑張っていきましょう。それではご覧ください、どうぞ。 It's chewing contentedly on a great big mouthful of grass.Sorry, Tiger. The old fellers here are busy eating their beloved grass. I don't think they'll be moving anytime soon.So, this is it. My little soldier's really leaving. You might not be back for a while. Hope you've said all your goodbyes. So, ready?Well, hurry up, will you? We don't want to be standing round here all day. まあご覧の通りですね、ちょっとだけ編集方法を変えてみました。まあまたいいとか悪いとかっていう評価があったらぜひコメントの方よろしくお願いします。まあお待ちしておりますよ。お待ちしております。誰も送んないけどね、待ってるよ。それでは文法解説ご覧ください、どうぞ。It's chewing contentedly on a great big mouthful of grass. はい、それでは今回も張り切っていきたいと思います。ただですね、この文章ちょっと難しいんですよ。ちょっと見てください。 It's chewing、 いやーもぐもぐしてるね。まあここはいいでしょう。 contentedly、 嬉しそうに満足してもぐもぐしてるねーと言ってます。そして場所の表現の on、 これが来ました。前置詞の on です。これが来て a great big mouthful of grass、これにくっついて、いやー満足もぐもぐしてるねーみたいな感じで言っているわけです。そしてこの of grass、 この部分なんですが、まあ何か関連がある、緩いつながりのある of なんですが、それはいいとして、そう言われて意味がわかるでしょうか。何か口いっぱいの牧草にくっついた状態で嬉しそうにもぐもぐしてるね、ちょっと気持ち悪い感じがありますよね。だって on が表しているのは場所なんですから。そうするとこれちょっと意味の取り方間違ってるなっていう感じがするわけです。そこで調べていくと chew on で何々を噛むという表現があるんですが、ちょっとこちらご覧ください。ちょっと詳しく見ていきたいと思うんですが、この文章で on は最初私は場所だと思いました。そして of、 先ほど言ったように何かつながりのある of っていうことです。牧草につながりのあるということで、A great big mouthful、 一口、何の一口なのかといったら牧草関連の一口だから、牧草で口いっぱいの状態ということになるわけですが、さあこれ
どういうこっちゃいな。なんですが、ちょっとこちらをご覧ください。あんっていうのは、これもちろんくっついた状態を言います。このピタという状態、これがオンです。まあ普段前置詞として使われる場合には、これは場所、まあ何かにくっついた状態を表すんですが、まあちょっと広げて考えるとこんな風にもなります。こんな風にくっついたってオン。さあこの場合、ちょっと今の知識を頭に入れた状態でですね、こちらをご覧ください。実はこんな読み方が正しかったわけです。 It's chewing on。 これで、いやー何かもぐもぐしてるんだよ、噛んでるんだよと言って、この on は何をしてるのかと言ったら、場所を表す前置詞ではなくて副詞として chew on という一つの塊の意味の塊を作っています。何かにくっついてるというよりも、何かに集中してるような感じ、ぐーっと力がぎゅーっと当たっているような感じです。くっつくという意味はそのままに、このくっつくイメージをチューという、噛むと、コンビネーションを組んでぎゅーっとなんかこう食らいついているような感じさえしますね。だからもう一生懸命噛んでる感がここで出るわけなんですが、これでコンテンティリー、これが途中挟んでついているので余計見にくくしているんですが、カンテンティトリーオン、何を噛んでるの。 A great big mouthful of grass という読み方、口いっぱいの牧草をねという読み方が実は正しかったようです。 Sorry, Tiger. The old fellas here are busy eating their beloved grass. I don't think they'll be moving anytime soon.The old fellows、 そいつら、まあ feller、 fellow、 これ意味が一緒です。そして動詞が来る前に here、 ここっていうのが追加情報でくっついてます。そいつらは何なんだよ、 busy なんだよ、忙しいんだよ、 eating、 この食べてる状態で、食べている真っ最中、この状態で忙しいんだよ。何を食べているのでしょうか。これ their beloved grass、彼らの大好きな牧草をという意味です。 I don't think、 俺は思わないな。何を思わないのか。これ They'll be moving、 Will が来ました。意思予測、これははっきりとこれからできる、これから起こること、これからすることがはっきりと見えているような感じです。 Be moving、 もう動き出しているような感じがありますよね。動いている、彼らはもう動いちゃってるなんて私は思わないなと言ってます。 Anytime soon、 いつでもいいけどすぐにねっていう追加情報。いつでもいいんだけどすぐに彼らは動き出してるなんて私は I don't think、 思わないなという文章です。 So this is it. My little soldier's really leaving. So は以前にも出たんですが、ただの流れです。当然の流れ、 So だからみたいな感じです。 This is it、 これよ、いよいよだわ、これがそれなのよということです。 My little soldier is really leaving、 私の勇敢な子が本当に離れていくわ。これちょっと待てよと、これ進行形でタイガーちゃん読んでるねと。でもこれ進行形、これ未来表現じゃないのかって思うかもしれないんですが、そういう人もいるかもしれないんですが、私はこれ進行形で捉えています。どういうことかと言ったら、私の勇敢な子が本当に離れていく予定ですという文章ではなくて、もうまさにもう準備が始まっているわけです。だからもう私の手をどん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 離れていっているような、目の前で離れていっているような感じがしているので、これは進行形、そのまま進行形でいいと思います。You might not be back for a while. Hope you've said all your goodbyes. So, ready? You might not be back. May は許可、いいよかもしれない。まあそれがこの場合 might で過去形になってます。まあかもしれねえなーぐらいの弱々しい文章になっています。あなたは be back ではないかもね、戻らないかもね。For a while、 しばらくの間。という追加情報。 Hope、 望むわ、私は望むよ。何を望むのか、こちら
You've said all your goodbyes。 これ現在完了になっています。あなたがすべてのさよならを言っちゃったこと、だから、まあ、みんなにさよなら言っちゃったことを私は望むよっていうことになってくるわけです。ということになってくるわけです。 Well, hurry up, will you? We don't want to be standing around here all day. Hurry up. 急ぎなさい。 Will you? これ、深き文文ですね。そのつもりはありますか？ We don't want. 私たちは望まないよ。何を望まないのでしょうか？こちら、to be standing。 立っていること、これ不定詞と、進行形が混ざっています。この立っている状態、もうずっと立ちっぱなしな状態を私たちは望まないよ。 Round here。 Round っていうのはこれ Around と変わりません。この辺りでずっとぼーっと突っ立っている状態よねって言ってます。そしてさらに追加情報、 All day、 一日中この辺り突っ立ってることは望まないよ。だからずっと立ってはいたくない、待ちぼうけ食らってたくないよといった感じを伝えています。はい、今回も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また次回からも一緒に頑張ろうと思っていただけた方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。